今日はですね、沖縄にあるアシビナーアウトレットに行ってきました。で、行ったのが2月の下旬だったんですけど、この時期って最終値下げとかしてて、ほんと 70% オフとかあったりするんですよ。で、私が見てきたところもほんと 70% オフとかもすごくあって、もう最後のね、最終値下げのワンチャン狙いみたいな人にはね、すごいいいタイミングだと思いました。で、待って、まあ、3月入りましたよね。で、これからどんどん春物が出てくるので、春物もどんどん出つつ、まあ今行くとまだワンチャン 70% オフとかも店舗によっては結構あるかもしれません。はい、ということで私はね、そういう時期に行ったんですが、じゃん、めっちゃいっぱいなかなか買い込んできました。ということで、今日はね、購入品の紹介をしていきたいと思います。はい、まずですね、じゃん、こちら、ハーフスリーブシンプルリブニット、こちらが6600円が 50% オフの半額になってました。めっちゃこれ使いやすいんですよね。この上にこうワンピとか着てもいいし、まあ、2ピースで、下は本当にボトムスカートでも、ね、パンツでも合わせて、きれいめでもいいし、かわいい系でもいけるし、何でもいけるので、これめっちゃ、これだったらまあ年中通して、まあ、真夏は暑いかもしれないけど、真冬もまあ寒いかな、うん、でも本当真夏真冬以外ね、いけそうなので、かなり長い季節使えそうだし、めっちゃ着回しできそうということで、これはね、もう見て一目惚れです。即決しました。じゃあ、気回し聞くので良さそうと思って、色違いしました。これ間違いないでしょ。これは絶対使えるはず。これはね、ほんといい買い物したと思う。これね、一番初めに見つけた。で、次がじゃじゃん、こちらの赤いA ラインのフレアスカートですね。これサーキュラースカート、これがなんと1万1000円の 70% オフで買いました。めっちゃ嬉しい。やばない？これ 70% オフだよ。しかもなんかね、生地もポリエステルだったっけな、ほぼほぼポリエステル、 91% ポリエステル、 9% ポリウレタンっていうことで、なんかね、シワにもなりにくそうだし、この生地感だったらこれもね、本当に、まあ、真夏、真冬以外はいけるかなって感じなので、で、本当形もシンプルだし、でこれね、後ろがね、後ろだけちょっとゴムなんだよ。なのでめっちゃ楽で、なんか全部ゴムだとなんかね、ちょっとこう上をインにした時、こうゴムで見えちゃうと、まあちょっと恥ずかしいかなっていうのあるけど、これ後ろだけで、これだったら今見えても全然可愛いし、これめっちゃいい。なんかこれだったらね、お腹いっぱい食べてきつくなっても、きつくならなそうだし、じゃ形も綺麗なので、これも買いました。じゃじゃん、コンパクトライダースジャケットです。これめっちゃ綺麗じゃない？この色、ほら、すごい淡いミントグリーンで、もう形もコンパクトで超綺麗で、これが3万6000円の半額、 50% で買いました。これだからね、1万8000円、1万8000円の消費税で買いました。いや、めっちゃ嬉しい。これなかなかね、手
け化がねするそうするっていうのがこれねなんとヤギ革なんですよ。ヤギ革なのでめちゃくちゃ柔らかいので、これはね着れば着るほど馴染むと思う。でもって色合いも春っぽくてこれからの季節でめっちゃ良さそうじゃない。そうあのね春にこれから着たいと思って、これをね本当に なんか今日の色にちょっと似てるかな。こういうなんかミントグリーンとかもすごい好きな色なので、なかなかね私ジャケあのライダースジャケットがすごい好きで、まあ、何着も持ってるんだけれど、でもなんか持ってるやつが黒とか、そうね黒は何枚も持ってて、あとは、キャメルとか持ってたけど色物っていうのが持ってなくて、やっぱりね着回し考えると、どうなんだろうなとかやっぱ手堅い色にいっちゃってたんだけど、これは春いいでしょ。このなんか丈感もね、あのこ長すぎるとちょっとやぼったくなりそうだけど、長すぎず、そして短すぎてもちょっと子供っぽくなっちゃうかなと思ったんですけど、これすごいね絶妙なあの丈感だったので、なんかもう全てがパーフェクトかなっていう感じで、これも運命の出会いでした。はい、では次、はい、次こちらがジェラピケのハロウィン限定のアニマルソックスです。こちらが、2000円の、3割引き。ジラピケはね確か3割引きばっかりだったと思う、ジラピケはねなんかあんまり変な話値下げをしなくてもなんか売れそうだもんね。そうでこれ今も言ったんですけど、あのなんかハロウィン限定みたいで、ここにねトリック&トリートってトリック&トリートってあの書いてあって、これ滑り止めになってるんですよ。そうなのでなんかねあの滑り止めってことで考えられてもいるし、かわいいちょっとこうダルメシアン柄みたいな柄もなんかちょっと珍しいのかなと思って、でしかもなんか私ねそう限定物に弱いんですよ。そうとかねあのラスイチとか買ってしまう。でこれねそうあのなんだろうな、家着とかでねこうモノトーンコーデとかオールブラックコーデとかにこれ合わせても可愛いなと思ったので買いましたという感じでね、めっちゃいろいろ散財してしまった。いい出会いがいっぱいあって、いっぱい素敵なお洋服を買うことができましたということで、ちょっとねあの早速ちょっと着てみ、たいと思います。着てみたんですけれども、インナーのこのリブニットはねベージュと、黒でちょっとねあの、まあ、2パターンじゃないんですけど、着てみました。ベージュの方がやっぱりねトーンがねちょっとこう柔らかく明るくなってより春らしい感じになるかな、こっちの方がねちょっと大人っぽい感じに黒の方がなるかなと思うんですけれどもね、ちょっとこう色によってもねあの印象を変えられてすごい楽しめそうかなと思います。でね、全部ね一つ一つのアイテムがね結構着回せるアイテムなので、これからね春に向けてのコーディネートがすごく楽しみです。というわけで本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、春のおしゃれを楽しみたいと思う方はねぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。インスタとツイッターもやってますので、そちらもよかったらぜひぜひチェックしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。